2月28日更新の獣フレンズ3ハーフアニバーサリー記念イベント、いろいろありますぞ。今日はこれがログインボーナスだね。10日目にはこれ星4招待チケットかな。お、シーサーバル、いいっすね。シーサーバル、あのケモフレフェスティバルの時に俺は知ったな。元から前からあったやつらしいけど、コラボで。さあ、どこから見ていけばいいだろうね。でもって相変わらず BGM はYouTube 制限の都合上で切ってあります。普段はつけてるけどね。もうどっから見たらいいんだ。あの2月28日更新のさお知らせが山ほどあるんだけど、どっから見たいんですか。ハーフアニバーサリー、まあこれがわかりやすいのかな。豪華ログインボーナス、毎日無料10連招待、きたー、やったね。期間中最大10日間ログインすると、石も、そうだね、チケットに目がいってたけど石もやべえな。最大300個も、うん。ステップアップ招待、1日1周限定。ステップ3は、ハーフアニバーサリー記念、星4フレンズ、確定招待券と星4フレンズ招待チケット。おぉ、スタミナ減少、これはメインストーリーと新井さんの方か。まあ、やってなかったらってとこだね。そしてジャパリタン、とうとう、こっちか、プレイアブルに入ったか。やったね。シーサーバル道場でスコアアタック。で、これが10連。ステップ1無料で、いいっすね。でもこれ、ステップアップ招待さ、3回やるだけで、ってことか？やべえな。キラキラ130個。だから280あれば、うん。一周はできるってことかな。だね。ああ、これは一回やりたいね。この前のジェン2とかのさ、ピックアップの時さ、結構消費しちゃって、うん。ハーフアニバーサリー記念フレンズ招待券だと、うん、持ってないんだと、ああ、ジャガーかフェネックか。いや、フェネックだな、ここは。アラフェネにしないと。新井さん持ってるんだけどね。フェネック、いい回復キャラだから、うん、普通にゲットしておいた方がいいと思う。星4フレンズ招待チケット。これね、10枚何度か貯めてプレミアムの方を引きたいんだよね。キタキツネとか、うん。プレミアムの方にしかいないからね。おっと、お知らせまだいっぱいあるのに、みそびれてた。ちょっとね、日課というか、普段の作業もしつつ。ちょっと先にガチャ回してみる？ほう。こっちもあれだね。10回ぐらい回せば、うん。ピックアップ風、星4フレーズ。どれかが必ず出ると、全部星4にしちゃうのか。セール。ああ、こっちも、おまけ付きというか、安く引ける。これ、迷っちゃうねー。いや、でも、現時点の石の感じだと、何でもかんでも回せないからな。これ、クエストをクリアしたらもらえるチケットがあるのか。こっちのな、助手が欲しくてね、少し回しちゃったからな。ただ、29日の0時からか、道理で今のところにないはずだ。ジャファリタンの正体が、まあ、これはさっき見たやつで、で、ひな祭り。このイベントはもう始まってるか。報酬マイルカのふわもこパジャマ。なんか他のキャラのやつ、ショップで、衣装買うやつ。あっちのメダルので、入ってるらしいね。新機能追加。これがシーサーバル道場。曜日ごとに強敵が変わっていく。ノーマルの3章12話をクリアしてる必要がある。ベータ版。強敵に与えたダメージをスコアとして換算。多くのダメージを与えてハイスコアを目指そう。新要素、探検迷宮ゾーン。マスを解放していき、フレンズのパラメータを上昇させたり。あー、スフィア版ね。ついスフィア版って言っちゃうけど、元からね、こういう系はあるからな。FF10 より前に。スマホゲーだとあれだね。紛れ子もさ、最近って言ってもだいぶ経つけど、精神強化って言ってこういう系のさ、追加されたし。
なので分かりやすいです。パラメータ上昇もあるし、アイテムの獲得もあるのか。フレンズのゾーンからか。また新規にアイテムが必要なんだね。いろいろ、そういえばプレゼント欄に来てたな。ホトポケにランクを追加。ホトポケランク12、へぇ。ブラックファクトアライグマが。ホトポケランク12で着替え、パーティードレス、へぇ。着替えが増えんの、悔しい。この辺りがアップデートされて変わったやつか。ちょっとお知らせ見るだけですげえ時間食っちゃいそうだね。新隊長さん応援キャンペーン。うん、これはまあいいかな。で、購入の課金のやつでお得なパックもあったりってことか。月間パスポートのラインナップが追加。なんだろう。特典バトル再戦機能。初めて。ちょこっと。ん？購入日から14日プラス翌23時59分まで特典を受けることができる。へえ。手に入る一覧。確率で変わるのか。ああ。じゃあほんとお試しで、どうぞって感じのが追加されたんだね。そうやって味を占めさせて。ゴージャスを買わせようって魂胆だね。メンテのお礼と、これがあの、なんだっけ、精神強化じゃなくて今日も張り切って同情パーティー。ほう、曜日ごとで変えられるんだ。敵の属性が変わるからってことか。ちょっと適当にお任せ編成で入れちゃう。準備万端ですわね。探検、マスを解放することでうんぬんかんぬん。どっから行こうかね。これってフレンズ全部に、あ、全部じゃない、この属性のやつに影響してくるってことか。守り、攻撃、体力、へえ。お、メモリアが霊装、なんていうんだっけ、フォトだ。一応奥に何があるかも見れるんだね。ああ、このトライとかアクションとかそういう攻撃系がね、増えるのいいね。解放アイテム。ああ、どこを狙うのがいいんだろうね。一点突破。でもどうせ一点突破しようにも、どんどんね、うん、必要なアイテムが、解放するために必要なアイテムがね、難しくなってくるだろうから、まあ、ほどほどに、最初は、まるっと、入れといてもいいんじゃないかな。どうせいずれは手に入るだろうしね。道場やってみるか。道場っていう単語を見るとロマサガ3とか、まあ3だけじゃなくロマサガ思い出すな。あ、ストーリーも入るんだ。ここは後で BGM は聞いてこう、個人的に。ちゃんとストーリーも入ってるのはいいね。シーサーやいびーん。サーターアンタギー。アズマンガ大王でやってた沖縄語しかわからない。ごめんくださーい。お、開いてんじゃん。おー、シーサーワル。本編ではまだいろいろと明らかになってない。サーワルの足がこんなところで出てきてしまった。シーサーバル道場。はい、サイ。はてな、はてな。チュラウミャミャー。ケモノフレンズフェスティバルでどっちかがあの、事前登録だかなんだかの特典でもらえるやつだったような気がするな。なんか最初の方でもらえたような気がする。サーバルと思えるけども、違う。コラボキャラクター今のところ謎の生物ってツチノコぐらい。
本来あのね、ケモフレにはあのユーマというか、あとは指針とかね、作ったセルリアン。お、セイリウスダーク。おお、その名前も出てきたってことは、あいつらも出るってことか。いいね。ケモフレ3、ほんとなんか、ね、あの、ネクソン時代のフレンズとかもちゃんと回収してきてるから、嬉しいよね。あとは他のコラボキャラクターとかも、うん。なんて言ったっけかな。名前忘れちゃったけど、あの、3人ぐらいいるやつ。いや、今後も期待が高まりますな。ごめん、ちょっとなんかミラーリングの方が固まってるけど、動きが多いゲームだとこうなっちゃうんだよな。シーサーワールド城特別なバトル。有利な属性で選んでいこう。スコアを、ハイスコアを狙っていく。みゃー、待ってたよ。はいはーい。今日はこれをやっつけちゃおう。どうしようか。とりあえずもうバトル普通に行く。で、ここで、お任せ編成。でも全員、そうだな。ちょっと育ててないのが。さすがにフリーのだけ変えて、とりあえずここら辺で行ってみるか。1日1度だけ。迷うね。じゃあフォートもちょっと一応つけておかないと。まあお試しということで、とりあえずやってみましょう。ここもね、動画では BGM 切っちゃってますけども、本来はなんか特別 BGM があるのかな。さあさあ始まるよ。用意はいいかな。いくよ。さあさあ始まるざます。あ、オートも一応できるな。やっとオーダー受領します。やめましょう。復活した。倒してもちゃんとそのターンで命令した行動は引き継がれるんだね。倒すことは問題なさそうかな。でもあれかな、どんどん倒していくとこいつも強くなっていくのかな。ミッション達成。あー、また固まっちゃう。無線ミラーリングだとやっぱきついな。前使ってた有線の方のね、ケーブルがちょっと壊れちゃったから無線のキャプチャーでやっちゃってるけども、昔はでも有線のあのライトニングケーブルのやつで変換して、それをキャプチャーソフトにつないでってやってたんだけど、この変換のやつが壊れちゃって、その変換のケーブルがね、昔はあの殿様商売というかアップルが純正のしか出してなくて、それがね5000円前後したんだけども、今なんか互換機というか代替品というのかなんかあるんだよね。それはそんなに高くなかったから、それをとりあえず買わないかな。そしてね、あの固まってるように見えるじゃん。これね、ゲーム本編の方もね、処理落ちが若干来てる。力比べと同じように周りにさ、このバリアみたいなのかかってるじゃん。これが多分ね、余計処理かかってんだろうな。あとはあれかな、まだ更新されてそんな時間経ってないから、みんなプレイしてて重いのか。でも言うてもまだ、さあそして今9ターン目、8ターン目か。すんげえ重くなってる。これね、キャプチャーの不具合じゃないですよ。あのスマホの方もね、カクカクになってる。さあ、あと2ターン。敵硬くなったね。
ゆっくり巻きついて、最後は一気にご褒美になっちゃうかしら。みんなでやるの、吹っ飛べるの。倒しきれるかこいつ。まあポイントだけ与えててもいいんだから、必ず倒さないと、うん、その分のポイント入らないってわけじゃないからいいんだけど。ああ、ミューハンが死んだ。ミューハンというな。なんか手に入れたぞ。待ってたよ。はいはい。あ、これ石を使うと再生できるのか。やだ、使いとうない。石は大事なんだ。これがあの精神強化の、また精神強化って言っちゃったね、必要になってくると。あとおしゃれメダルの方を飲んでやって、隊長さんを癒せるのでしょうか。ふわもこパジャマ、ジャパリダンとミューハンの、うん、何かしてほしいこととか。迷うね、こういうのも何と交換しようかっていう。ブラックひしもし交換所、これが今やってるイベントのやつだね。家具もありの、うん、イベントあるとね、野生解放素材とかいろいろたまりやすいからいいよね。ちょっとこっちのもおしゃれメダル手に入るけど、1個しか手に入らないのか。おしゃれメダル貴重だよね。さ、とりあえずこんな感じかな。他にもなんかお知らせ物あったような気がするけども、ガチャ系統はとりあえず明日のね、0時になったらまた変わるんで、そこでなんかいいの弾けたらいいなってとこですね。よし、じゃあとりあえずこれぐらいにして、今回はここまで、また次回。